HK ポーターの名番ポーターはアメリカ合衆国に存在した機関車メーカーの一つである。1866年に創業し約8000両に及ぶ産業用の小型機関車を製造した。1950年に機関車の製造を終了したが会社は現在でも産業機械の製造を続けている。一級鉄道の機関車より はるかに小型の機関車を製造したことで知られた。同社が製造した多くの機関車は、一人で操作できるくらい十分小さなものであった。ポーターはほとんど蒸気機関車を製造したが、ガソリン機関車、ディーゼル機関車、圧縮空気機関車も製造した。これは、鉱山の鉱内で、ボイラー内で燃える石炭の培煙も、高圧蒸気の危険も伴わない機関車の運転を、 可能にした。1866年、ヘンリー・カーク・ポーターは、ジョン・ワイ・スミスと一緒に、合名会社を設立し、その会社を、スミス・アンド・ポーターと呼んだ。二人は、ピッツバーグの28番街に、小さな機械工場を開き、産業機械の修理と製造を始めた。 ポーターは1867年3月4日に最初の機関車の注文を受け、ニューキャッスル鉄道鉱山会社にジョシュア・ローズを製造した。彼らは現在ミネソタ州ダ・ルースのスペリオル湖交通博物館に胴体保存されているミネトンカを含む43両の機関車を製造した。1871年2月7日に工場で火災が発生し、 製造中の12両の機関車と工場、そして23カ所の周辺の建物が消失した。損害額は、計20万ドルと推定され、合命会社は解散した。スミスは、その後、後にナショナルロコモティブアークスとなった、スミスドーソンロコモティブを設立した。ポーターは、アーサー W ベルと共に、ポーターベルと呼ばれる新しい合命会社を設立し、 ミシガン州のジャクソンファーナス会社向けに最初の機関車を製造した。ポーターベル社は第一に狂気鉄道のために軽量の旅客用機関車と小型の貨物用機関車に範囲を広げアーサーベルが1878年5月に死去するまでに223両の機関車を製造した。1878年ヘンリー・カーク・ポーターは彼自身で HK ポーターとして事業を続けた。この時には彼は頑丈で専門化された機関車の製造者としての評判を確立していた。彼は顧客の要求に適応するために様々な配置で組み合わせることのできる様々な大きさの交換可能な部品の設備を構築したので機関車を早く効率的に注文に応じて製造することが可能であった。 いくつかの最も基本的なデザインは、在庫にあり、在庫から注文することが可能であった。1890年、ポーターは、ペンシルベニア州の炭鉱で使用するため、同社の最初の圧縮空気機関車を製造した。圧縮空気機関車は2つの円柱形のタンクを備えており、蒸気の代わりにピストンを動かして使用した。これは、ボイラー内で燃える石炭の焙円も、 高圧蒸気の危険も伴わない鉱山のトンネルの中での機関車運転を可能とした。ポーターは鉱山、工場、そしてニューオーリンズの軌道事業者に対してまで400両以上の圧縮空気機関車を製造し続けた。他のメーカーも圧縮空気機関車を製造していたが、1900年までには、ポーターは圧縮空気機関車の市場の90%を占めた。 1899年、ヘンリー・ポーターは会社を HK ポーター株式会社として株式会社化した。彼は新しく拡大された工場をピッツバーグのハリソン通り49番地に建設した。1906年に製造された約400両の機関車によって生産は頂点に達した。1911年、ポーターは同社発のガソリン機関車を製造し、 1915年には、同社発の無可機関車を製造した。これらは、圧縮空気機関車よりもっと有用であることが、証明され、ポーターはすぐにこの日置市場で優位を占めた。1921年、ヘンリー・ポーターは81歳で、まだ会社を経営していたが、4月10日に死去した。1939年、長い衰退の後、ポーターは、 破産を宣告した。トーマス・メロン・エヴァンスはその会社を買い、それを好転させることを決めた。彼は他の製造会社も買い始め、彼の収集物に加えた。機関車の生産は第二次世界大戦中に再び増加し、会社は1942年に国への貢献として認められたが、大戦後すぐに蒸気機関車の需要が減り、ポーターは 主としてイバンスが獲得した多くの子会社のための持ち株会社となった。1950年、ポーターはブラジルの産業向けに自社としての最後の機関車を製造した。交換部品事業と必要な方はアイオワ州のダベンポートロコモティブアークスに売却された。国鉄7 1 0 0系7 1 0 6号、静かメディアを再生する。 アイアンホースフォーポーターの日本への輸出実績は、1880年、北海道に、初の鉄道が開業する際に製造した7100、軽機関車が、最初のものである。1889年までに8両が製造された。これ以降は、他の米国、英国、ドイツの大手メーカーに押され、一時期日本への輸出は途絶えた。しかし1900年以降、 1923年頃までの間に、主に小規模な私鉄や軍工商、工場の専用船、森林鉄道などを対象とした小型機関車を日本向けに多数輸出している。日本に輸出された量数は工事用、工場用などで記録が散逸したものが多く、正確には不明であるが、20種類、50から60両以上と推定されている。輸入は、 朝野物産、三井物産、高温図商会などが取り扱っていた。これらの中には、後年国有化により、国鉄に編入されたものもあった。また、ポーター製の機関車は、取り扱いの難しい特殊な機構を持たず構造が、勘弁であったことから、日本の多くの鉄道車両メーカーで、ポーター製の機関車を模倣した機関車が製造された。1993年には、 グアテマラや米国で運行されていた1909年製のポーターが輸入され、アイアンホース号と命名され、小樽市総合博物館において、胴体展示されている。ありがとうございます。